皆さんこんにちは、健康読書です。お子さんがいる多くのご家庭ではおやつとしてお菓子を買い与えていることかと思います。しかし知らぬ間に可愛い我が子に添加物たっぷりで体に害を及ぼす可能性がある危険なお菓子を与えてしまっているかもしれないのです。子供のうちから添加物を多く摂取してしまうと味覚がおかしくなり、ジャンキーなものを好むようになってしまったり、アトピーやアレルギーの病気にかかりやすくなる危険性があります。そこで今回は子供が大好きなお菓子に使用されている添加物について種類ごとに分けて解説させていただきます。では参りましょう。香料。香料は避けることが難しいと言ってよいほど多くのお菓子に使用されています。香料には合成と天然の2種類があり、約150品目ある合成香料の中には毒性の強いものも含まれています。しかし食品表示には香料と一括してしか表示されません。選ぶ際の注意点としては、フルーツ味などに多い人工的な強烈な匂いがあるものは避けた方が良いでしょう。中には接着剤のような強烈な匂いがするものもあります。匂いが強い香料は敏感な方には胃の調子や体調を悪くしてしまうことがあります。しかしこのような強い匂いの人工的な香料を幼い頃から食べていると嗅覚が麻痺してしまい、どんどん欲してしまうようにもなりかねません。お子さんが好きなお菓子の種類で例を挙げると、グミは刺激が強い匂いのものが多いようです。自分のお子さんが食材の天然な良い香りがわからなくなってしまわないように、きちんと選んで買い与えるようにする必要がありそうです。ショートニング。ショートニングとは人工的な固形油で、心疾患を高めるリスクがあるトランス脂肪酸を含んでいます。これまた人工的な添加物で多く摂取すると血管の柔軟性を損ない、血圧の調整がうまくできず、心不全、不整脈など様々な疾患の原因になりかねないとされています。もちろん子供のうちから取りすぎるといいはずがあるわけはありません。このショートニングに含まれるトランス脂肪酸は使用を禁止されている国も多くあります。ショートニングは主にクッキーやビスケットに使用されていることが多いようです。クッキーは子供のおやつの定番のようなイメージがありますし、買い与えている親御さんは注意して選んでみてください。アスパルテーム。アスパルテームは人工甘味料の一つで、中でも最も危険性の高い人工甘味料とも言われています。主成分であるフェニルアラニンは神経伝達物質の一つで、もともと体内に存在するものですが、生成したものを過剰に摂取すると脳細胞を刺激する興奮性の毒であるとされています。またアスパルテームの中のメタルエステルという成分は、飲み込むとメチルアルコールという神経毒の作用があるものに変わります。蓄積すると脳機能の低下、皮膚、血液など多くの人体への悪影響が研究結果により確認されているそうです。このアスパルテームはガムや低カロリー商品によく使用されています。肥満を抑えるために低カロリーだからといって買い与えすぎるのは絶対に避けた方が良いでしょう。今回は3つの毒性が強い添加物をご紹介させていただきましたが、お菓子をはじめとする子供の口に入る食品の多くが添加物を使用しています。大人なら自分で食べる食品を自分で選べますが、子供たちはそうはいきません。親御さんが与える食事が子供の食生活の習慣や味覚や嗅覚を左右させます。不自然な食生活が引き金となり、数々の現代病を生み出していると言っても過言ではありません。ありふれた食品を当たり前に食べる習慣や現代病、それらの因果関係を一度疑って考えてみてはいかがでしょうか。他にも当チャンネルでは添加物に関する動画をいくつかご紹介しております。そちらの動画もご覧ください。そしてこのような動画が良ければ高評価、チャンネル登録をお願いいたします。最後までご覧いただきありがとうございました。